こんにちは、石川直樹です。北海道コンサドーレ札幌創立25周年おめでとうございます。私がコンサドーレに在籍した頃は、本当にコンサドーレが、変わるそんな瞬間を僕は一緒に、みんなと一緒にプレーできたと思ってます。本当にミシャ監督のもと、選手は本当日々進化していると思います。本当に次の、25年後創立50周年の頃には、コンサドーレが本当に J リーグを日本を引っ張っていってる、そんなクラブになることを、僕は願いつつ、一致サポーターとしてこれからも応援していきたいと思います。皆さんありがとうございました。おめでとうございます。